ぜい。お疲れ様です。何してんだよお前は。すいません。おはよう。おはようございます。はい、今日はまた疲れる用事ですよ皆さん。うちの父ちゃん怒るときが一番疲れるわ。言うこと聞かん、だらこねる3歳児みたいなこと言ってきやがるんで。まあ俺も同じような感じだけど。あれだよ、言ってまあコメント欄荒らしたらんでよ、かわいそうだね。あのまあアルバイトみたいな、まあ65か、もう70だよなあれ。65で定年かなんかで、さらにまあ2年ぐらい、飛び火事みたいなのやったもんで、鍛冶屋さんか、はい、あの水道屋さんの鍛冶屋、もともと鉄工所で鍛冶屋やったのうちの父ちゃん、はい、で溶接ができる水道屋みたいな、なんか水道屋とかなんかそっち系、親戚の会社に勤めとったみたいな、はい、母ちゃんの親戚の方だけど、はい、で67ぐらいまでやったんじゃないかな。おお、まあほんでまあ何もやることないで、はい、やったらうちのドバージーやるみたいな感じで、はい、資材置き場でちょこちょこ、まあ、片付けやったりとか、はい、まあ、アルバイトでやればいいやんって言って、アルバイトぐらいしかもらってないな、給料も。そうやってないよ、はい、だけど、まあ、サボるんだわ親父は。まあいいんだけど、はい、頼んだこと動きゃいいんだよな、逆に自由に昼間遊んどんのはいいんだけど、はい、動かんらしいんだよな。そう、頼んでも足場の職人が、でうせばだよって言っていいらしいもんね。あちょっとまだ注意しやがんなぁと思って、はい、注意といえば、注意といえば YouTube ですか。おぉ、叱るといえば、叱るといえば YouTube です。おぉ、殴るといえば、殴るといえば警察沙汰です。YouTube だお前、つまらんやつだよ。もっと切り返し早くしろ。はい、遅いんだお前、寝とるかお前。寝とるやつ喋ってるみたいな。起きてます。俺寝とってもその速度で喋れるぞ。マジですか。ね、やろう、当たり前だろお前。やばいですね、それは怖いですけど、寝とってもその反射神経は持っとるわ俺は。やば、当たり前じゃんお前。なあ、はい、ちょっと仕方なかんな。じゃあまた疲れるな本当。まあとにかく行ってみましょう。はい、レッツゴー。さあ来たな。来ました、着きましたね。着いちゃったよ。着きました。絶対仕事しないよ多分。絶対ドローン飛ばしは、ドローン飛ばしねえか。さすがに、さすがにまだ飛ばしてないですかね。飛ばしねえな。何時だと思う、9時、10時ぐらいだろ。だって一応、何、6時半か7時ぐらい来たんだろ、父ちゃんも。多分一緒の時間ぐらいに来てるはずです。来たんだろ。ほら、またいねえじゃん。あれ、でも扉開いてるで降りてるとか。あ、でも荷物はありますよ。あれ、あ、いました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 。奥っすね、右奥っす。あ、奥じゃん、奥じゃん。これやっとるやん。やってますね。ちゃんとお仕事してますよ。ちゃんと仕事してるやん。ちょっとやっとるやん。珍しい、珍しいな。お疲れ、お疲れ様です。なに、ちゃんとやっとるやん。やっとるよ。え、ああ真面目だもんね。え、真面目だもん。うっそ、またクレーム入っとるね、みんなが。ああ、また手伝う、また親父ブチ切れますって言って。うっせえわ。え、うっせえわ。俺はな、怒るじゃねえわ。これは何をやっとんの。昨日の、あ、おろしをやったの。そう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 、トラックだけ開いたやつだけおろしをいて、うん、って、ひょっとしてあれを運んリズムのやつをさ、うん、返しに行ったような感覚もわからんで、あの突発的にお前何やってんだ俺ら、ほんと中学一生懸命言ってるんだろ。何をやったんだお前。すいません、おっせえ。はだって用意しなかったんか。はい、まずリハーサル、リハーサルちょっと待って、これ抜き打ちでバーいっとんのよ。お前がこの段取り全部やっとけよ言ったのね、やろ、ほんとボケかせ。もう準備しろよ言っとんのよお前、ほんと。いや、わざわざ朝行ってたよな。抜き打ちでバーン行くでよお前、準備しとけよ言っとんのよお前。それはダメだわ、ほんとケツからお前。それはシンガルもできんか、これはボケかせ。それはあのおにぎり君、それはあれだ、ダメだお前。それダメだお前、なんか動画流しとるやん。ちゃんとやらなお前。え、何、ほんで何、もうずっと全部下ろすんだ。うん、とりあえず下ろさろうかなと思って、今日とりあえずやることないもんで、うんうん、とりあえずそれやって、うん、そうか、あ、まあ、じゃあちゃんとやっとんだ。やっとるよ。朝何時が来て、なんか最近また早く帰ってくとかなんか言ってたよ。いやいや、早く帰ってくさ、そりゃやることないから早く帰ってくなんで、あいつら沈行してるか、バカ野郎。いや、ほんでない、ほんでぶっ殺さなかんな、あいつら。夜ちょっと、これ持ってきてよとか頼んだら、もうやだわとか言うんじゃないので、最近なんだ、あいつらおやつは仕事もせずに、どこでサブットばかおるってチンコロしたのか。17ばかりやっとるらしいっつって。何、なんか変なことやっとるっつって、ライブ配信で女の子と、なんか16歳の女の子と。そりゃそうだわさ、お前やっとるって書いて。結構毎日配信しよう。いや、毎日はなんけど、まあ3日に1回ぐらいやるんだけど、うん、ただね、
自分だけ流しちゃうと面白いもんで、あの、なんとかって女の子同士と一対一で喋るやつあるじゃん、うん、誰やって、あおよくはその女の子口説こうかなと思ってほんで、ね、なんか積み込みもなんか何運んでくれてたら口でないというでダメだって言うんだ。そんなことは言ったかな、覚えねえ。ちょっとあれ見させてよ。あ、何を。じゃあ一覧でも見させてよ。ああ、やろうか。うん、ちょっとやろうか。はい、これで一覧やっとる。うん、でドローンも飛ばせるようにできるようにしたもんで。何、ほんで一覧でドローン飛ばしたの。うん、飛ばしたり、うん、中継やったんだけど。なあ、これでやってんだ。そうだよ、やってますよ、ちゃんと。で、何、その何、これ一覧だったら若い子とかがやってるでしょ。で、若い子とコラボみたいな。そう、ちょっと見せて、どうやってんの。今一生懸命探しとるの、相手を。うん、俺これ決まるの、バーンって。俺ね、決まるまで勝て、相手が。全然知らん子だ、全然知っとる子にコラボしましょうってやるんじゃなくて。そうすごいね。うん、16歳のやつをしてやっとった。ようやっとるわ。すごい、俺でも恥ずかしいわ。社長ナンパしてたじゃないですか。まあ俺本当に十何店舗ある会社の社長だからね、リフォーム会社。おお、エッチじゃん。エッチじゃん、もうやだ、エッチじゃん。あ、いや、なんか生だったらいいけど、はい、うん、オンラインはちょっと恥ずかしくね。なんで恥ずかしくないか、別に。なあ、すごいっすわ。普通に16歳で喋ること自体は恥ずかしくない。あんた16の女の子、あんたナンパしとったかな、これ。違う、社員とかも若い子あるもんね。16歳と喋ること自体は恥ずかしいことじゃないでしょ。ここでできるもんで。どういうこと？ここでもう流れとる。ちょっと遅れるけどな、画像が。こっちが本ちゃんだもんね。こっちちょっと遅れるけど、ここで流れとる。ああ、見とるってことだ。そうこっちが本ちゃんだもんね。こっちちょっと。あ、確認用にね。そう確認が見たいってこと。そう OBS 決まったじゃん。うん。で、この人が今からやるの。あ、ほんと。こんにちは。ごめんなさい、音楽バリバリで。いや、こっちやって、おっちゃんだぜ。大丈夫、おっちゃんだぜ。71のおっちゃんだけどいいかな。何ですか。71のおっちゃんだぞ。ええ、お相手できる。聞こえます、僕の声。聞こえますよ。あ、そう、よかった。お兄ちゃんいくつ。何ですか。お兄ちゃん年いくつ。44。若いな。俺とサイズで変わらない。俺42だもん。62歳。違う、お兄ちゃんちょっと耳取るか。俺42だよ。嘘っすよね。42。嘘、本当は71。すごいよ。はっうわっ。何それ、こうやってずれとんの。いや、俺それで42だったらマジで。それすげえやろ。おっちゃん面白いやろ。おっちゃんよ、名古屋の人間だもんでよ、名古屋弁で喋っていい。はい。ええ、おめやさんとよりはええ男だな。イケメンさんじゃや。あ、俺ですか。はい。女にモテるでしょ。全然。もう年ですから。あ、結婚してんの。結婚はしてないですけど。あ、独身なの。あ、そうなんだ。あ、いいな。おっちゃんも気分的には独身なんだ。気持ちは。気分うん、子供を3人おるけどよ、一番上の子供がちょっとよ、どうしようもねえやつよ。誰じゃ上。え、俺真ん中だよ。真ん中だった、ごめん。真ん中の息子がよ、とんでもないやつだよ。とんでもないやつって、今は横のけであんまり顔出したくねえんだわ。おう、ぶさくな顔してるもんでよ。これあの、実は練り替え道場っていう YouTube やってるんですよ。あ、そうなんですか。これがどうしようもない息子だわ。これ動画に使っていいですか。16万チャンネル登録あるんですよ。使ってくださいよ。いいですか。まあこれなんか17は画面映したらあかんみたいで。16万チャンネル登録者数。そうです、ね、まあまあで、17の事務所も作ってるんですよ今。はい。ちょっと YouTube で何さんっていうんですか。これ何さんっていうんですか。これ名前が DJ やす。うん、うん、何さん、 DJ 何さん。あ、じゃあカメラに向かって宣伝お願いします。 DJ やすと申します。17ライブで毎日配信してます。アナログレコードターンテーブルで回してるんで、よかったら遊び来てください。かっこいい。僕ちょうど44歳なんで、うん、同級生です、うん、あ、もう消えた。バス落ちました、ね、もう消えた。これ5分ぐらいしか喋れない。あ、そっか、疲れたな。もう俺疲れたわ。あ、もう毎日やったの。これだいぶ増えてきたの。それで今フォロー今何おる。120何人おる。そんな増えたの。うん、すげえじゃん。
今ライブしてるのこれ最中。おで今俺流れとるんでこれ今繋がった。ここで繋がるもんでこれまたやろうだ。男の人多いね。うん俺。こんにちは。まだやるか。もういいやな。もういい。今帰りたい。本当は俺じゃん。カオスだわ。俺も。はいじゃあ皆さんどうなるこれ。どうなる。まあなんとか編集でうまいことやってくれ。まあ一七を、うん、まあ結局はまあ一七をこうやってやっとんの。まあ若い女の子とな。やりたいんだけど。本当は今日は本当は若い女の子とやりたかったんだわ。好きあらば好きあらば口説こうだなと思ってたので、まあ、このゲームをやるのもいい。あ、あなたこれ一覧ライブ、うん、一覧ライブやるのもいいんだけど、うん、まああいつらのお願いだけはちゃんとやってください。はい、わかりましたやってますね、うん、皆さん、じゃあチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。どうも出慣れてるの、なんかまたねまたねバイバイ出慣れてるやん